昔のおもちゃがすごい好きなもんです、はい、謎のアイテム感が僕すごい好きでアイキュー、ねえごめんね遅刻しちゃった、アイキュー、はい、ゴキポンなのにそんなハグがなんで振られなきゃいけないのかな、はこの前の生配信もうまくゲームできなかったな、収録でも全然うまく喋れなかったし、ハグもまだまだだな、もうどうしたらいいんだろうな、もううまくできるようになりたいのにな、誰か教えてください。お疲れ様でございます。あれ誰だろう、よどめまして、ヒロアカのオールマイトに従順のアブドゥルなど数々の人気作品のキャラクターを演じる三宅健太様じゃないですか。どうもどうも、感動です。なんかね、関さんに遊んできてあげてって言われたからフラッと来たんですけれども、そうか、もしかして可愛い可愛いハグが落ち込んでるのをして関さんが頼んで三宅さんここに呼んでくれたんですかね。あー、まあ可愛いって自分のことを言えるんだったらまあ大丈夫だ。関さんハグのこと大好きだからな。意外と気が弱いタイプですか。実はそうなんですよね。実はちょっとテンパっちゃうんですよね。あ、なんかね、すごくね、なんか共通するものがある気がするね。本当ですか。まあやっぱり僕も人間ですからね、うん、趣味とかありましてですね、はい、ちょっととあるものをいろいろ集めたりするのが趣味でね、まあちょっとね、ハグちゃんがお好きかどうか分かりませんけれども、気になる、ちょっと見ていただきたいなってものがあります。ぜひ見せてください。あ、これはハグも知っているぞ、このフォルムはウルトラマン。あ、すごくご存知で、はい、僕昔のおもちゃがすごい好きなもんです、はい、そう、それでこれね、ウルトラマンジョーって書いてあるんですけど、はいはい、これ僕の記憶だとね、本当はウルトラマンジョーニアスなんですよね。箱を見るとジョーとしか書いてない。この謎のアイテム感が僕すごい好きで、思わず心が躍って買っちゃったんですけどね。ちっちゃい頃聞いた歌があるんですよね。え、どの歌？なんかウルトラの父がいる、ウルトラの母がいるとか。ほうほうほう、はい、あとあれ、モスラーいやモスラーってこれあれこれウルトラマンじゃない。これは違いますけどね、だいぶ会社も違うからハグちゃんさ、はい、あれなんかあれだな、近い世代を感じるな。いや、ハグは17歳の VTuber アイドルです。17歳の YouTuber アイドル、はい、そうですか。そうなんです。違う世代です。ところで、はい、ハグちゃんさんは、はい、なんかあれですか、この番組で関さんの隣に立って MC をしたいと。え、そんな、ぺこぱの隣に立って MC をしたいと。ちょっと誰情報やめて、ちょっと誰が言ったのそんなこと。なんならハグのメタバースっていう番組に変えたいと。誰ぼらしたのは。怒るよハグ、誰言っちゃったの、誰。どうですか、次期 MC として今日の収録の、はい、全然ダメでしたね。ダメですか。はい、もう全然うまくお話できませんでした。そうですか。はい、ハグテンパっちゃうんですよ。あー、テンパってしまう。そうなんです。で、汗ダラダラですしね、ハグも見えてないですけどね。そうですか。そう、だからいろんなキャラとか演じてて、そういう時とかになんかテンパったり困惑したりとかって、ね、そういうのがないってすごいですよね。いやー、そんなことないですよ。バリエーションがあったらいいんじゃないですか。バリエーション、そう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 、ハグちゃんさんの中でのいろんなハグちゃんさん。そうか、そう、今はもう可愛いハグしかない。吹っ飛ばすぞ。仏の心の三宅先輩は。わー、時を厳しくしていかないとね。わかりました、はい、せっかく僕来たんでね、はい、いろんなシチュエーションのハグちゃんをやってみよう。なんと、これどうだろう、大好きな人に振られて、はい、セクシー声でやってみてもらってもいいですかね。大好きな人に振られた女の人をセクシーな声で。必ず言葉にうるせえよって入れてください。どういうことやねん。分かりました。このロジックを組み上げてください。分かりました。ちょっとMC を目指してるので頑張ります。ハイキュー、もうやめてよ、なんでハグが振られない。
いい白鳥が出てきた。なんか感情のままにやってこの野郎だっけ、こんちくしょうだっけって忘れちゃったんですけど、いや、まあね、気持ちをね直球に伝えていかないといけないですから。セクシーな人が振られるっていう。もう一個ぐらいやってみましょうか。はい、受けて立ちます。いいですか、はい、じゃあ私もよくヒーローやりますけど、はい、善人として振る舞っていたけど悪人だとバレた。お、正義の味方だと思ったんだけど本当は悪者だった。悪者だった。それをちょっとケミカル感が漂う突き抜けた声必ず、はい、おめでとうって言え。なんで難しい。アイロジックを組み合わせてください。わかりました。組み合わせてください。わかりました。ということでいきますよ。はい、キュー。なんで私が悪人だと分かったんだよ。この野郎、ありがとう、おめでとう。僕がね、悪役だと分かった、そこの君、おめでとう。すごいよ。なんでこんな善人ぶってんのに悪人だって分かったの、おめでとう。どうですか？すごい。いいのかな、なんか、ハグシャンさんの別の一面を僕は覗いたような気がして。やだ、ハグ可愛いでいたかった。可愛いハグでいたかったんですが。もう一個ぐらいいっとこうか。よし、先輩、もう一個だけいっとこう。よし、待ってください。いやー、僕はね、かつてね、あのいろんな作品出させてもらいましたが、はい、最高で13役やったことあります。一作品で。すごいですね。はい、やりました。もう一個だけ。オッケーです。付き合いたての初デートに遅刻しちゃって、はい、遅刻しちゃった。ちょっといたずら小悪魔声な感じ。いたずら小悪魔声、ちょっとこう、ちょっと小悪魔感漂う声で、はい、必ずねえお願いって。あ、わかりました。オッケーです。いきますか。オッケーです。じゃあいきますよ。どんとこい。はい、キュー。ねえ、ごめんね、遅刻しちゃった。でも今日のデート代全部おごってくれるよね。ねえ、お願い。遅刻したけど奢らせるという。非常識極まりない女をやってみました。いや、それで今掴まれました、心を。新しい扉開けた気がします。あー、よかったです。三宅先輩のおかげでありがとうございます。いやでもなんかお声もだいぶ元気になられて、いろいろ聞けて勉強にもなりました。なりましたか。ハグも成長できた気がするので、いろんなね声が出せるようになって、お母さんとしたらどうしようかな。じゃあその時は一緒に何かアフレコしましょう。やります。本当楽しみです。一緒にやりましょうね。待ってます。